のブアゼイス、はい、ということで、はい、いやー来ましたね。どこですか？まあ、どこですか？九段下に来ました。初めて降り立ったわ。いや間違いない。初めて。迷子になりかけた。今日はですね、はい、かの有名な真田幸村が、はいはいはい、経営してるという経営してるんですか？大衆魚食堂幸村に。はい、ここで服が見れるってこと。そうなんですか。魚食堂書いてますけどね。それはあの表の顔なんだ。ああ、裏の顔やっぱりそこはうまくやってるそうなんで。なるほど、さすが戦国のね、はい、大武将ですね。すごい物分かりいいね。すごい物分かりいいね。でも本当に今日はね、この九段下のここのあの、まあ、スペースで洋服見れるってことなんで、はい、ちょっとしかも気になるブランドというか気になるアイテムがあら、うん、僕もあるん で、はい、多分ね加藤さん好きそうだなってのもあったんで、はい、ちょっとやっぱり、はい、見てもらおうかなと思って今日は動画回せたと思います。それでいきましょう。自分が気になってるね。すっごい丸セリーにすんげーバッカみたいな太ったはずだしジャージです。横超かっこいい。洗濯したくなる洋服だなと思って。普通に考えて絶対にお前ら全員買える。実はですね、うん、インスタはチェックしてる。フォローしてるね。フォローしたら、させていただいてるんでチェックしてるんですけど、こちらのベースボール、いや、それがね、好きそうだと思ったのよ。これ、インスタ見た時、あ、面白いなって思って。一応、今回の生地があれなんですかね。そうですね、2つ素材ありまして、こちらの方の素材が前回同様の200層のツイル素材、ちょっとドレスシャツっぽい、はいはい、素材になるんですけども、もう一つがこちらバックサテンという、まあ、ミリタリーなどではおなじみのそうっすね、サテン地の裏面を使ったバックサテンなんですけども、で今回これ硫化染料という色の落ちやすい染料を使っているので、はい、経年変化で色の落ち感だったりとか、あと細かいところでの当たり感なんかも出るような、きれいめなタイプと経年変化を楽しめる2つのタイプを用意しています。なるほど、面白いです。アームも結構しっかりつり、そうですね、ちょっとこうニットだったりですとかカットソーのカーディガンを思わせるようなフォルムにするために、それを少しこう太めにつけてたりですとか、あと肩をオーバーサイズなので割とワイドな肩なんですが、それと同時に2段階でここにダーツを入れて強制的に2段階で丸みを持たせているので、まあ、シャツのちょっと堅苦しい感じをなくして丸いフォルムを着た時に出せるようなちょっと立体的な仕様にしてます。面白い。結構僕とかプリントティーとか着るんで、うんうん、ここから少し全部締めても、ここから例えば僕ミッキーとか好きなんで顔がちょこっとなるほど、ね、可愛いかなと思ってこれはすごい。今日のフーディーとかにも合いそう。そう、パーカーとかも絶対いいなと思って、うん、ちょっと着てみてもいいですか？早速ですか？色はどれが気になってる？いや、生地をね、さっき説明していただいてね、うん、やっぱりちょっと古着好きだとこっち、うん、やっぱどうしても、ね、どうしてもなっちゃうかな。これが一応こっちの色と、あとはこちらのちょっと明るめなブルー。そうですね、フレンチブルー。フレンチブルーっぽいですね。ちょっとフレンチというかヨーロッパのワークウェアに見られるような色合いと、あとこちらがブラックベリーというふうに呼んでるんですけど、一応黒で染めてるんですが、ちょっと赤みのある。そうですね、赤みのあるちょっとパープルっぽいような黒と2種類になります。こっちで、こっちで、こっちで。いや、これなんか結構雑に着てどういう変化生地がしてくれるのかすごい楽しいな。こう色の変化がやっぱ絶対出てくるから、この辺の当たりとか、あ、そう、ね、この肘のところとか、ちょっと後ろも見せてさっき丸みですか、うん、どうなってますか？僕には見えないんですけど、ね、すっごい丸い。でも本当にあの普通のただのやっぱビッグシャツというか古着で、うん、あの大きいラフの大きいサイズ買いましたとかっていうのとやっぱり違う、すごい形が綺麗に見えるから。なるほどね、うん、いいね。うわー、なんか俺の読みは当たってたわ。でもやっぱり、ね、いやインスタ見てさ、うん、最初オープニングにも言ったけどさ、うん、松尾さんに会うのがあるんですよみたいな。ああ、そうこれいいよね、うん、それめっちゃいいわ。僕はですね、はい、もうあのデニムが気になってる。好きなデニム。デニムすごい好きなんですよ。今回うちで一番こだわったと言っても過言ではないセカンドドロップの一押しアイテムなんですけど、こちらのデニムになります。形自体はかなり股上が深めに設定をしているハイウエストで、渡りから裾にかけてもかなりバギータイプの太めのタイプなんですけども、定義的には13オンス、かなりヘビーオンスの作りにしてるんですが、ちょっと特殊な糸の特性を生かして
非常にごついんですけど柔らかいそうっすねデニムを作りました。でこの特性というのがこのインディゴサイドというのはワンウォッシュかけてるんですけども、はいはい、洗いをかけた時に糸がギュッと締まる、なのでヴィンテージっぽい硬いデニムの表情になるんですけど、横糸になるこの裏の白い方っていうのは洗いをかけると逆に糸がふわっと膨らむ、回転が逆になって膨らむ糸を使っているので、表面はヴィンテージっぽくカリッとした仕上がりなんですけども、裏側が膨らむことによってヴィンテージの無骨な感じは残しながら、履いた時にこうドレープ感と柔らかさが出るっていう特殊な作りにしています。あともう一軸が作り方がまた違うんですけども、ホワイトデニムでこちらの方が、縦糸になる表に来る糸に、ナチュラルな生成りを使用していて、はいはいはい、裏面に来る横糸に、今回ブラックヘンプというヘンプの糸、はいはいはい、麻の一種なんですけどヘンプの糸を売っているんですが、そのネーミング通りちょっと普通のヘンプだとナチュラルな生成りになるんですけど、ちょっとグレー味のある、確かに色味のヘンプを売っています。ただ一体感あるように見えますね。そうですね、ただこれヘンプだけを打ってしまうと非常にこう張りがあってシャリ感がある、麻特有の独特な雰囲気になるので、はいはいはい、それにプラス膨らみを出すためにヘンプの糸と綿のグレーの糸、そのブラックヘンプに近しいグレーの綿の糸を1本ずつ交互に横に打っていってるんです。なので麻の特有なシャリ感張り感は残しながら一本一本交互に入るそのグレーの木糸、綿の木糸が柔らかさと膨らみを出してくれるという、こちらも先ほどのシャツじゃないですけど、そのいいところの取りのハイブリッドな、なんかしっとりしてる感じもしますね、柔らかくて。どうしても麻の 100% 内側が 100% になってしまうとシャリ味だけが残ってしまうんですけども、それを綿の膨らみがカバーをしてくれる。面白い。ここブランドですね。そうですね。でこれもちょっと近代的なセルビッチにはしていなくて、メローロックという、メローロック、そうですね、普通に使われるのが女性の薄いワンピースだったりスカートの裾を仕上げるときに当てるロックステッチを、ロックのミシンを入れてるんですけども、通常であればヴィンテージを作るときはセルビッチを使うんですが、イメージがありますよね。あえてこの近代的な、縫製の技術を取り入れることによって、まあ、ヴィンテージはオマージュしてるんですけども、あえて近代的な表現というのでちょっと違うテクニックとしてこのロックを使っています。結構太さありますね。そうですね、太さはあるんですけど腰回りはそこまで、めちゃくちゃ太いわけではなくて、ただその足りない部分を少しパターンでポケットをこう浮かせるような作りにしていたりですとか、あとは後ろもですね、大きいポケットがついてるんですけども、ハイウエストで履いてるんですけど T シャツなどを出した時は腰履きしてるような位置にポケットの位置を設定することで、まあ、腰の位置はしっかりしてるんですけども少しこうヴィンテージ感を履いた雰囲気では表現できる、ちょっとポケット位置が低いみたいなイメージってことですかね。え、ちょっとこれは履きたかったんですけど、白ですか。いやちょっと悩むんだよそこは白ですか。ちょっと両方履いてもいいですか。どうぞセリーヌ言ったじゃん、セリーヌすんげえバッカみたいな太いパンツ出してる。あ、そうなんだ。そう、それでぽいわ、なんか硬いとそのまま筒みたいに広がっちゃうんですけど、 それがいい具合に、ただのデニムじゃないからいい、この辺の丈感で、あ、いいじゃん、もうちょっと開けた方がいいか。あ、いいね。微妙なんですけど、フロントのポケットが外に逃げてくれるんですよ。はい。あ、回ってる？はい。あ、回ってる。普通に喋ってました。はい。いや、めっちゃいいやん。めっちゃいいです。なんか、その柔らかいデニムってあるじゃん。ある。あの、まあ、ロメブラとかそういうブランド感でも。これすごい柔らかくてデイリーユースですごい履きやすいですよっていうのもあるんだけど、この硬さもありつつでも履いててストレスもないし、パッ
と見はね結構ねあしっかりしたまずごっついデニム履いてるのかなみたいな、うん、いわゆるリーバイみたいなゴワゴワなやつ、うん、でも履き心地はそうでもいいんでしょ。いやあのもうジャージですジャージはそれはいいでも本当にねあのそこがいいなと思った。うん、うん、あいつこれで俺いいよね。これが53サイズ、53のサイズですね。確かにちょっと低いね。この辺からポケットで見えちゃうね。なんかいつもの俺のあいわゆるデニムのね。あいわゆるデニムだと思う。超いいわこの太さが。うん、なんだかんだそれこそ YouTube ライブとかでも最近、はい、最近細いのいいっすよねみたいな。まあね、ジャストいいっすよねっていう話しといて、うん、あの僕とカツオ、まあ、よく2人で買い物行ったりとか、うん、YouTube の撮影で外で会うじゃないですか、はいはいはい、で見ると細いパンツ履いてることなんてねそう、そうね、まあね、まあ、お互いなんだけど結局ね、結局なんか太いので落ち着いちゃうみたいなのがあるんで、うん、いやかっこいいもんな。いやかっこいいよね。えちょっとさ、あんたちょっと白履いてみなよ。僕白、こっちがいい。僕こっちがいい。あじゃあ俺こっち履くわ。あじゃあ新たな、はい、これさっきね国産履いてたんで35353サイズなんですけど、これ55なんですけど、一番大きいサイズ。ポケットの大きさまで変えるってすごくないですか。大体こういうとこってこうやっぱりそうですね、ある程度そのままにするところが多いですけどあえて55なので見栄え的にもちょっと風変わりな。めちゃめちゃでかい。めちゃめちゃでかいよねこれ。そんな変わるんや。すげえそれちょっとおもろいっすわ。ちょっと履かせていただきましょう。あ、どうぞどうぞ。いやこれがマジで、いやあのすみませんね、セリーヌ正しちゃってましたマジでかっこよかった。いやでもいい。あ、すいません、あの急…値段とかってはい、あのもう決まってる。あ、決まってます。税込みで22,000円。安すぎ。ありがとうございます。いやいやいや、おかしいって普通に考えて絶対に。マジであのお前ら全員買え。マジで本当にやばいから。テンションマジぶち上がる。たまにあるやつ。たまにあるやつ。たまにあるやつ。マジで買った方がいい。あのネオンサインのワイドデニムスラックス以来の。あの再来かもしれない。再来かもしれないね。全員やばいよ。てかまずこんなにそのなんていうんだろう、シューズが隠れるぐらいその裾幅があるやつってあんまりないの、ね、そうだね、うん、スラックスとかだとどうしても結構ある、ね、ある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 、でっかいの場合は。いやデニムでこのシルエット投げるのすごいわ。てか横超かっこいいよこれでしょ、うん、そうこのズドーンって感じ。そうそうそう、これであの国産の言ってること分かったわ。あの履き心地の、履き心地の分かった。柔らかい、うん、すごく。いやこれにマジセッタとか履いてかっこいいね。セッタ履いてなんかもうちょっとずってるぐらいな感じにして、ね、で上はワッツアップのヴィンテージ T シャツ着て、まあヴィンティでもいいし、なんならもうねあのこれでもすごく可愛いと思う、うん、夏俺この感じすごいいいよ。通常だとこれチェーンステッチを入れるんですけど、さっき の, あのセルビッチに見立てたメローロックと一緒で、あえて本縫いで2回ステッチを入れているんです。でこれによって割とフラットな仕上がりっていうのと、うん、まあ、先ほど言った近代的な縫製の技術をヴィンテージにオマージュしながら、うん、確かにパーツ着替えた。そうですね、普通にデニム、まあ普通に服好きで、ね、見てる人は絶対うんってなるんだよ、うん、ステッチになったり気になるのこうやって見て上からちょっとロールアップしててもさ、やっぱセルビチっぽく見えるところも面白いポイントだし、うん、ちょいロールアップとかも可愛い。はあ、優勝あの久々にパンツでテンション上がった。ね、そうやね、久しぶりの感じ。どうでした？デニム最強やいやもうマジすいませんこれに尽きる目標あ、最近あったこのベースボール、めちゃめちゃ気になった、うん、気になったもんね、うん、これ可愛い、うん、なんかもう本当にこの服は今後着ていきながらなんかこう、そうだね、うん、どれぐらいこう変化してくれるのかなと、うんうん、逆になんか洗濯したくなる服ってあんまりないと思うんですけど、なんか洗濯したくなる洋服だなと思って。ちなみにこのデニム着て、はい、縮みとか、あれこれもうワンウォッシュしてるから、ワンウォッシュしてるのである程度もう縮みはここからは出ない。じゃあ安心です。安心ですね、ワンウォッシュ。ワンウォッシュいいなぁ。いやでもなんか僕白デニム買おうかなと思って今日来たんですけど、こっちじゃない、ちょっとこっちもいいなぁと思って。いや悩ましいけどね。かっこいい、うん、ということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。あのすごいあのテンションが高い撮影でしたこれ発売日
具的なのはが、4月の、1日から受注が開始になります。じゃあちょうどこの動画が上がったぐらいには、スタッフの皆さん、買えると思うので概要欄からぜひチェックしてください、はい、ということで、もしよかったら高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。それではお参りでした。ありがとうございました。